そうなんですお姉さんどうですかいやーもう大河社長あのー、SNS でもさやっぱり「いいね」されなかったらさもうなんかもう承認よくというかさ自分に価値ないのかなって思って自分のことを受け入れれなくなるんですそうですよね SNS でもさ「いいね」の数さ多ければ多いほどいいけどでももっと上に行きたい思いますよねうんねそれはさ何でなの もっと身近な人のさありがとうとかさ身近な人から「いいねもらってる」っていうことねもうちょっと感じようっていうふうにね書かれてるんですね。まあ、SNS もね「えー、いいえねもらう」というのは「いいねもらう」というのはですね素晴らしいことだけど身近な人からも「あなたはいいねもらってるんだよ」そこを感じるとですねまたこの自己肯定感も上がってくる。ね SNS に、えー、が全てになりすぎるとこれもですね自己愛が強くなったり自己否定が強くなったりするんでリアルででもですね相手に「ありがとう」って言われたり「今日ね会えて嬉しいよ」って言われたことも「いいね」ですからそれでいいんですそれで高めていくんですね自分にありのままの自分に「いいね」してね高めていくんです大河社長 それが、でけへんねや。でけへん時もあるんや。そうなの。そうなの。でけへん時あんねや。なんか考えてしまうんです。どんなこと考えてしまうのそうなの。いつも嫌われたらどうしようって思うの。そうなんですか。嫌われてもいいじゃないですか。ですね。お前、言いすぎや。いや、違うんですよ。嫌われたことをですね、あらかじめ決めとくんですね。 もし嫌われても大丈夫ね大丈夫だって僕は私は今のままだって何も変わってないから大丈夫だからまたあなたのこと素敵って言ってくれる人現れるからそういうのをですね書いい、ね、いておくだけでいいんでんすこれですね「イフゼンルール」っていうですねすごく科学的にですねすごい効果があると言われてる 方法ですねこの本にも書かれてますけどたくさんの本に書かれてます「ルルールはもしもし嫌われても、ね、私は私のままだから大丈夫」とか「もし会社を辞めた」「もし会社をクビになったとしてもね」「他の仕事があるから大丈夫」ねそういった感じでですね「イフ前ルール」書いておくだけでも効果があると言われているこれを、まあ、使わない手はないですよねと。 いうことなんですねポジティブになろうねえー、モチベーション上げよう死なないから大丈夫って言おうねそういうのじゃないんですそういうのじゃないじゃないですかこれはちゃんと「フゼンルール」っていうですね科学的に証明されたこのこのですね方法を使えば、ね、自己肯定感を保つことができる具体的ですよねお父さん。うん、そううやなそのなんかもう お俺にはできるって叫べみたいなんとは違うな。そうなんです。そうなんです。そこを気づいていただけたらね。嬉しいかなと思います。お母さんもどう分か,分かってきた。うん。分かってきた。うん。でもさ、でもな。それでもな。うまくいかないときあんの大河社長。ね。子供との約束破ってしまったりとかさ。三冠日行くって言ってたのにさ。行けなかったりさ。あるの そそううななんんんでですす社長お姉さんもですかそうなんですね彼氏とね喧嘩したりとかね破って約束破ったりとかして、うん、落ち込む時あるお父さんもそうですとねそれはでもさねなんでなんすかねミスしてね約束破って自分はダメかもしれないね 罪悪感ですよね罪悪感感じるのはさ何でなんですかお姉さんもお母さんもなんでなんですかね好きだからですよね相手のこと相手のこと愛してるからですよねお父さんもお兄さんもそうやんなな相手のこと好きやから子供のこと愛しているからな罪悪感感じてさあーあー俺は。 いい親じゃないねいい彼氏じゃないそう思ってさ落ち込むんやんな素晴らしいじゃんそのその自分素晴らしいじゃんその自分罪悪感感じてさな相手にさ嫌われたかもしれないって思ってるんやんなそれないいことなんすわ愛しているからなんすそのことをですね伝える 相手にねごめんなごめんなほんまにめっちゃ罪悪感感じててさね参加日行けなかったしさな約束も破ってねほんまに罪悪感感じてる罪悪感というかさほんまに悪いなと本当にごめんって思ってるなそんな自分のことも、ね、許してね相手にもさ受け入れてもらうとそしてさ逆の時もそうですよね 逆の時もそうじゃないですか。しっかり謝ってきてくれてるっていうことはね、好きなんですわ。あなたのこと。いや、謝っても許さへんから。やめたって。うん。やめたってください。もう謝っても済む問題じゃないっていうこともあるかもしれないけど、基本的にはですね、謝っても。謝ったら大丈夫。ね。そう思ってる。そうですよね。完璧にはなれないんです、人は。 70%、80%、60%、50%の自分でいい。言いましたね。そうなんです。70、80の自分に OK するんです。口癖はですね、いつも。そう。ね。大丈夫って。うん。あなたはあなたのままで、私は私のままで。いいって。ね。全てはなんとかなるって。ようって。ね。親はこうあるべきとかさ。 ね、こうあらねばそういったねこう自分をですね閉じ込めない、ね、そうすると完璧主義になってですね何かあったらすぐ落ち込んでしまうそれですねだからですねそうやって相手のことを受け入れようと思うと相手のねミスも受け入れれるしね自分のミスも受け入れるようになるミスするものなんです間違えるものなのなだから自分の間違いも 相手の間違いもしっかり理解して受け入れようね謝ってるっていうことは好きなんですあなたのことが学べましたねはい僕もすごい分かりましたなそうやんな僕も完璧じゃないしなそうやんなそうやなうんそう大河社長そうほんまに分かったうんねお姉さんでもねそうやんな あの結婚とかさ昇進とかな迷うんやんな今女性もねうん男性もそうやけどさね仕事を取る仕事でもっと昇進したいでもここで結婚したらね僕の仕事私の仕事がちょっと止まるかもしれないねそんな時どうしたらいいかわからない自分の優先順位がわからないねえでもこのままいけば一生パートナーともね付き合いあの結婚できないかもしれない。 ね、家庭を持つこともできないかもしれないでもそれでも仕事をしたいどっちがいいのかなわからない <laughs> そうだよね年頃のさお姉さんお兄さんはさ悩みますよねいろいろ優先順位年頃ってお前もそうやろそうなんです僕も悩みますそんな時どうしたらいいのね誰に聞いたらいいのそんな時も自己肯定感保ってさね選択するたびに誰に聞いたらいいの 教えてくれますこの本で社長ですか違います先輩ですか違います友達ですか違います親ですか違います全部違います歴史上の偉人に聞いてくださいいろんな歴史上の偉人たくさんいますねうんあのいろんな偉業を成し遂げたさ発明家とか経営者とかですね、えー、まあ、映画スターとかいろいろいるじゃないですか。 まあそういう書物に電気本に触れましょううっていうことなんですね大河社長のこの YouTube チャンネルでもですねかなり偉人の電気本っていうものを偉人の電気本をですねこれからもですね配信していくんでまたね見ていただいたらと思うんですけどねまあ要はさ自分だったらこうするなっていうのってやっぱりあの生きてる年数とかがね必要になってくるわけですよねやっぱり経験が。 で偉人はその中でもですね長く生きてでその後も生き続けてるんですね偉人は今も亡くなってからも生き続けているっていう方はですね本当の思考の持ち主で本当にこう迷った時に、えー、そういった言葉っていうのはですね大切になってくるというところなんでまあ、えー、その幸福度を保ったまま自分の自己肯定感を保ったままねね こう安定した選択をするためには偉人の漫画本とか電気本に触れましょうね。今後もね僕マザーテレサとかいろいろねココシャネルさんウォルトディズニーね、スティーブジョブズとかいろいろしていきますんでね楽しみにしといてもらったらと思います偉人の生き方に触れたら自分をね大きく後押してくれるそんなとことがありますはいもう生き方に触れるだけさ悩みがもう小さって思いますよ うん、そうやんな大河社長それ思うわうん分かってきたわなお母さんもそうどうですか分か,分かりましたそうですね、うん、無理に高めようとしないんですねそうですそうです無理に高めようとせずに、えー、上下するもの、ね、人間というものはネガティブをですね80%考えているだからそれをしっかり見てですね、えー、すぐに反応せずに ポジティブネガティブね自己否定と自己愛強すぎずにならないそして約束破っても大丈夫ねあなたはあなたのままでいい70%の自分を受け入れるそういうことですよねそうなんですそして迷ったら偉人に聞くんですねわかりましたじゃあさあの最簡単にね高めれるのも教えてと そうですね、簡単に高めるテクニックみたいなね最後ねあるんですけど「まあ、やった!」っていうこういうポーズですね「やったー! <laughs>」こういうポーズするだけでも高まる「やった!」朝やってみましょうということですねあとはお散歩ですね散歩するとですねセロトニンっていうですね、えー、幸せなホル,メンホルモンが、ね、出るんですねなので散歩したらそれだけで不安解消や、えー、多幸感ですね幸せになるというふうに。 これれ言われてます本当に偉人もですね趣味お散歩だった散歩だった人たくさんいますはいそして十分な睡眠とるやっぱり睡眠不足ってかなりですねあの、うん、なんかこうネガティブになりやすいんですねこれは科学的にもね言われてることですねあとは自分で決めて今日を生きるこれで一日中ダラダラするとか一日中 YouTube 見るって今日はもうそうするって決めて見たら いいんです自分との約束守ってるっていうことですねうんまあそうもう絶対できることでいいんですよあとはね掃除ですね毎日5分10分でいいんで毎日のことなんです掃除ためずにね部屋ね散らかってたらね心が散らかって乱れてさ上下してしまうんでしっかり整えていきましょうというとこですねお父さんどうでしたかいや大ー,ー社長よかったわうん ありがとうございます、はいまあ具体的にさ分かった。うん、なあ自分にできるできる言ったりさなポジティブになれ死なないから大丈夫そんなんよりも分かったわ、うん、ええー、本やったわありがとうございます。ありがとうございます。お兄さんお姉さんはいや分かりました大河社長もすごい学んでるって分かりましたと。ねお姉さんもいや立ち直れます立ち直ってね。 うん、仕事も頑張ってまた恋愛も頑張ろうと思いますありがとうございますそうですね誰かの、ね、役ににに立っていると感じた時にですすね人は一番幸せになります、ね、だから僕こうやってさ今自分が役立ってるかのように話したんですけどねまあそういった感じでさ人ってね本当にこうありがとう本当に助かったっていやこの人の役に立ったんやって立ったんだって思った時に。 私には価値があるって思うんで是非ですね皆さんも「いや本当に助かったよ本当にありがとう」これ自分から言ってみましょうっていうことなんですねそしたらですね相手も「いやいやこっちの方が助かってるよ」言われたらですね誰かの役に立ってるなって思うんですね。うん、有名なささディズニーーランドととかススタババックス、ね、アルバイトがほとんどどだけどねえ世界でもその その接客のスキルがすごいと言われてるのはですね評価の精度が横なんですね上司からよくやったじゃなくて横でさ横の関係でえ本当に助かりました助かりましたっていうねでこの投票とかもですねこの周りの人たちの投票が良かった人がこう昇進できるというようなシステムなんですねなのでですねえー、みんな本当にありがとう今日 最後まで聞いてくれただけでさ、本当に僕ね、役立ったって思ったから、コメントね、してくれただけでさ、僕は本当に嬉しい。でそれ、コメントしてくれただコメントしてくれたらさ、本当に僕の役にめっちゃ立ってるから。ほんまに嬉しいから。ね、何か、そんなこと学べました。これからね、えー、もっとこうしていこうと思います。この、この言葉良かったです。いろいろですね。 えー、コメントししていいただけると嬉しいですそして僕もですね、えー、皆さんに、えー「いいね」できるように自分の心の安定上下するものと分かって自分と向き合い安定して、えー、今後もですねこの YouTube 続けて僕も偉人になれるように安定してそして偉人になった先にね 僕の言葉が皆さんに響くぐらいのそんな人物になろうと思って僕も毎日自己肯定感を高めていきますんで皆さんも是非ね高めていただけたらと思いますというところでですね今回の動画とさせていただきますでは今回の本ままとめていきます自己肯定感は自分が自分であることに満足して価値ある存在として受け入れる自己肯定感を常に上下する自分の感情は常に上下する そのの自分の状態に気づくそしてそれに気づけたらもう良くなっているというところですねそしてそれを無理に高めようとしなくていいそして強すぎる承認欲求に注意すするとというところですねでまずは低くなった時のことも想定しておくイフゼンプランですねもし会社をクビになったとしても他の仕事があるもしね、えー、恋人と別れたとしても ね、他の人がいる、まあ、そういった感じでですね、えー、書いておくということですねそして悩みに気づき、ね、切り離す、ね、しっかり理解して肯定、えー、語を使うねまあ大丈夫、ね、ありのままの自分で大丈夫 70%80% のだ自分で大丈夫、ね、全てはなんとかなる言ってみましょうそして迷った時は歴史上の人物の伝記に触れるというところでしたね。 改めて今回の動画はいかかがだったでしょうかまだチャンネル登録をされていないという方はぜひ皆様のチャンネル登録が本当に励みになりますんでよろしくお願いしますそして人は変われる何歳からでも新たな自分に生まれ変わろう毎回そう思ってですねこの動画撮ってます僕自身が一番変わりたいと思って一番学んでますそして学んだことを皆さんに届けたい 思っててですすね毎回話してますなのでですね皆さんに教えてるとか上から目線とかそんなつもりは一切ないのでですね今後も応援していただけると嬉しいですでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょう